はい、こんにちは。不動産の目で世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント鈴木です。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。最近、金融投資や不動産投資の界隈で、ファイヤーという言葉が流行ってますね。一昔前は、リッチリタイヤという言葉がほぼ同じ意味で使われていましたが、今は横文字のファイヤーが使われる頻度が増えています。 ファイーとは英語で financially independent retire early の頭文字を取った言葉、日本語で言うと自分や家族が暮らせるだけの不労所得を得て早めにリタイアするみたいな意味になります。 キーワードファイヤーで Google 検索するとファイヤーを実現したいサラリーマン向けのセミナーやオンラインサロンのサイトが軒並み上位に表示されるので今はちょっとしたファイヤーブームというか結構賑わってるのでしょうね。 では、数年前に流行ったリッチリタイアと今流行りのファイヤーが全く同じ意味なのかというと少しだけ違います。リッチリタイアはリッチという字面のイメージ通り年収何千万円以上の不労所得みたいな具体的数値が飛び交い高級車とか海外旅行とかリゾートマンションみたいな具体的な贅沢アイテムとセットで語られることが多かったのですがその点ではファイヤーの方が 地に足のついた概念でして安定した収入基盤を持つ他に少ない生活費で生活する習慣とか周囲に左右されない確固とした価値観も重視されますその点はさすが個人主義の欧米で生まれた言葉だけはありますねでもって少ない生活費で生活する習慣周囲に左右されない確固とした価値観は 私が2015年にファイヤーを達成した話と直接つながってきますので自分の体験談を皆様とシェアしますねそろそろ本題に行きますがその前にいつものやつ行きます私鈴木の動画は基本的に毎日更新頑張ってます是非ともいいねとチャンネル登録をお願いしますあくまで自分の目線と価値観での話ですが 私がファイヤーを達成したのは2015年でした。その2年前、2013年まで、私は東京都内の外資系企業に勤務する IT エンジニアでした。 ここで年収の話をしますと、現役サラリーマン時代、年俸ベースでもらっていた最高額は額面で1322万5千円。なお、この数字は業績連動ボーナスが100%出る想定のものなので、実際にもらったベースで現役最高記録は額面で1180万円でした。 日本はバブル崩壊以降、景気の良い時代をほぼ経験していませんが、私の場合は社会人になった1994年の学年年収が324万円。その18年後には、 1180万円になりましたから、単純計算して3.6倍。毎年7%、8%成長が18年間ずっと続いた計算になります。外資系を渡り歩いて転職して年俸アップを繰り返し、収入面では比較的恵まれたサラリーマン都生を送っていたと思います。仕事はそれなりに楽しかったです。でも、所詮はサラリーマン。 働く環境は自分にとってベストとは言い難かったです。特に一緒に働く人間を選べないことは本質的に不器用な自分にとっては致命的でできることなら会社を辞めたい。辞める前に趣味の不動産投資で十分な所得を得たいと思っていました。今の言葉で言うファイヤーを目指すサラリーマンだったわけです。 今思うと笑っちゃいますけど、当時の私は自分の生活費をサラリーマンの枠組みで考えていました。学弁年収1180万円もらっているサラリーマンの日本での実行税率は約23%ですから、手取りベースで900万円ぐらいもらってたわけです。サラリーマンを辞めるためには、 そのくらいの手取りを不動産で得る必要があると勝手に思い込んでいました。当時の私はサラリーマンをしながら首都圏近郊や地方都市で融資を受けて買った6個の新築アパート1棟と現金買いした安い中古区分マンションを2個持ち、年間で200万円弱のキャッシュフローを得ていました。 それを900万円にするには同じような規模のアパートをあと4棟取得して5棟体制にする必要がありそこまで実現してからサラリーマンを辞めようと思っていましたでも現実は思い通りにいかないものです新築アパート2棟目を取得した矢先2013年2月 44歳の時に私は勤め先をクビになってしまったのですその時点で不動産からのキャッシュフローは年間約350万円でしたまさにファイヤーへの 道半ばでで挫折しちゃったわけです会社をクビになった時点で私は妻と7歳の娘4歳の息子という3人の扶養家族を抱えていました東京都内の UR 住宅に住み月額15万円の家賃を払っていました貯金は少なくて400万円弱 会社都合退職なので、失業保険は一時期もらいましたが、さすがにこの状況で、わずか350万円の年間キャッシュフローで、毎日遊び暮らすわけにはいきません。 とはいえ、都内の職場に毎日通わなくても良い境遇ですから、例えばの話、私の出身地である千葉県柏市で、ファミリータイプの公団住宅が月7万円ぐらいで借りられるので、本当に金が厳しくなったら、都落ちして柏に戻ろうと考えていましたが、それでも所詮、生活コストを節約するだけの話です。家族のために私が金を稼がなきゃならない状況は変わりません。 当時の私には転職してサラリーマンを続けるという選択肢はありましたでもそれを選びませんでした一度きりしかない人生44歳の中年男がこれからも雇われの IT エンジニアを続けるのかそれとも本当に大好きな不動産の世界で仲介業者として独立するのか結局私はリスクを取って独立の道を選びました 2014年の初め、私は東京の五反田にオフィスを借り、宅建業免許を取り、投資系物件中心、そして英語、中国語の能力を生かした外国人向けの売買仲介もやる不動産屋として旗揚げしました。都内にオフィスを借りて、備品を揃えて宅建業免許を取って供託金などを払うと、それだけで3、400万円ぐらい飛んでしまうので、既に貯金は底をついていました。 候補や保証協会の創業融資も申し込みましたが、すぐには通らず、サラリーマン時代に作ったカードローンで食いつなぐ時期もありました。客観的にはファイヤーどころか生きるために仲介手数料を稼がなきゃならない立場になったのです。2014年。 45歳、駆け出し社長の私は、仲介手数料を稼ぐために、首都圏各地、名古屋、大阪、九州、北海道と、全国各地を飛び回りました。交通手段や宿泊先はもちろん、最安値しか選べません。例えば、東京、大阪間を1800円で移動できる、ケツが痛くなるような激安夜行バスに乗り、 名古屋市内で一泊2900円で泊まれる部屋にトイレのないアウトバスの激安ビジネスホテルに泊まっていました。サラリーマン時代、当たり前に乗っていた新幹線などは当時の私にとっては贅沢品で2014年の間一度も乗りませんでした。 それだけ見ると、ファイヤーどころか、新幹線にも乗れない貧乏社長の失敗物語に見えるかもしれませんが、出費を極限まで切り詰める日々の中で、私は大事なことに気づいていたのです。年間手取り900万円なんて必要ない。それよりはるかに少ない収入で、人間は楽しく快適に暮らせる。 サラリーマン時代は我が人生の一部である時間を会社に捧げ、不本意な人間関係もいやいやこなして、その我慢の対価として高い給料をもらっていた。でも今の私は1日24時間を自由に使えて好きな人とだけ仕事をするライフスタイルを手にしている。見かけの収入は下がっても幸福度は確実にアップしている。 つい1年前、サラリーマンだった私は、なぜファイヤーに憧れていたのかファイヤーを実現した人生とはどんな風景なのかシンプルに言えば、自分の人生そのものである時間の使い方と仕事のやり方を自分の一存で決めたいということではなかったのかもしそうなら、1日24時間を自由に使い、好きな仕事をしている今の私は、気せずして理想を実現してしまったのではないか 貧乏社長の私にとって、年間350万円、ほぼ黙ってても入ってくる不動産収入は、家族の生活の下支えとして大変ありがたかったし、また、仲介手数料もちょくちょく入ってきて、まともな生活はできる。 家賃の安い柏に引っ越しする必要もなくなりました翌2015年独立2年目になると事業が軌道に乗ってきましたこの年仲介手数料売上が1200万円を超えサラリーマン時代の学年年収を一気に抜き去りましたもちろん事務所経費もかかるし時には事業パートナーと売上を分けたりするので1200万円がまるまる懐に入るわけではありませんがそれでも粗利率の高い仕事 独立当初の貧乏に慣れた私にとっては十分すぎるお金が入ってきました2015年の後半には余ったお金を使って自社物件として都内池袋に賃貸オフィスを取得することもできました生活不安は完全に消え不動産業で食っていく自信がつきました時間の使い方は自由月を仕事にして金にも困らない という意味でファイヤーを実現できたのが2015年だったのですね。以上が私の体験談になりますが、いかがだったでしょうか。最後に現役サラリーマンの皆様に向けて、私の考えるファイヤーの要点を3つにまとめてみました。1番、給料以外の収入源の確率と同時に安い生活費で暮らす習慣の確率がファイヤー実現への早道。2番、 生活費はサラリーマンの給料を基準に考える必要はない。ストレスが減って自由度が高まれば安い生活コストで高い幸福感が得られる。3番、サラリーマンの学面年収に及ばなくても時間を自由に使え金に困らなければその状態をファイヤーと呼んで良いです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。